日本語コンテペイ日本語学習者の皆さんをいつもいつもいつも応援するポッドキャスト今日は「負けず嫌い」についてはい皆さんこんにちは日本語コンテペイの時間ですね元気ですか皆さん元気ですか ね、何ですか。今日は、えー、どういう風うに、えー、生活してますか。どんなどんな生活をしていますか。ね。えー、僕はですね、うん、普通です。ね、普通ですよ。普通ってどういうことですか。ね、僕にとって普通、普通というのは、普通の時間に起きて、ね、普通の時間に起きて、普通の朝食をとって、ね、そして普通に。 マイクを用意してこうやって日本語コンテッペイを撮っているね普通の日ですよすごい普通の日、ね、子供は学校に行き妻は会社に行き、ね、普通ですよ普通、ね、皆さんにとって普通の日ってどんな日ですか、ね、皆さんにとって普通の日、ね、仕事に行く、ね、もちろん仕事に行く人がほとんどですね学校に行く学校に行く人もいますよねどういう日が普通な日ですか普普通の日、ね、普通のの日 じゃあ、普通じゃない日。普通じゃない日。普通じゃない日。でもね、普通じゃない日っていうと、なんとなくね、悪い日のように聞こえますね。普通じゃない。今日は普通じゃなかった。今日はちょっと変な日だった。変な日。変な日。変な日ってどんな日ですか変な日。ちょっと変な日。例えば、変な天気。変な天気ってありますね。変な天気。どういう天気が変な天気ですか例えば、朝。 朝は晴れててて朝は晴れていて天気がいい。で急にね雨が降ってね雨が降ってその後雪になって雨が雪になって雪が降るね雨が降った後雪が降ってそしてまた晴れてねまた晴れて晴れたと思ったら今度はね曇りになって曇りになって風が強くなって風が強くなって。 強い風がたくさん吹いて、ね、風が吹くって言いますね強い風がたくさん吹いてまた雨が降ってみたいなね、変な天気ですね。すごい変な天気、ね。それは変な日です。変な天気。今日は変な天気だったねとか、今日の天気は変だったね,ね。そういうふうに言います。うん、皆さんにとって どんな天気が普通ですかでもねそんな天気が普通の国もあるでしょうね多分毎日毎日ね雨,雨が降ったり晴れたりねそれが普通の国もあるかもしれない、ね、面白いですねえー、日本ではね例えばね日本では台風が来ますねたくさん台風が来ますでこれ普通なんですね普通なんですよ例えば9月とかね9月ぐらいに台風がたくさん来るんですね秋。 ね、秋の初めの方夏が終わってすぐぐらいですね台風がたくさん来ます夏も多いな夏も多いですね夏も多いです台風実はねうん、そうですね夏も台風結構来ますでそれ普通なんですよね日本にいたら普通ですでもヨーロッパの人とかからすればねそれはね変な変な天気と思うでしょうねだから普通というのもね、えー、場所によって人によって違うんですよね 面白いですね例えばねアメリカとかではね、あのー、まあアメリカは広いので、ね、アメリカ僕はアメリカ日本語でアメリカというとアメリカ合衆国 USA のことですね。でアメリカではあの何、ーあのー、ていうの、えー、トルネードとかねトルネード竜巻とか来ますよね。それはあのー、アメリカの,その住,んでいる人と住んでいる人にとってはあの毎年毎年ねトルネード来るこれは結構普通なんですよね。 でも、日本人からしたら、トルネード。あの、映画の。映画のツイスターみたいな。はい、ありましたよね。映画のツイスター。怖いなあっていう。でも、あのー。アメリカ人にとっては普通なんですよね。フロリダとか、ね、あの辺に住んでる人。にとっては、あのー。ツイスターね。ツイスターじゃない。トルネード、普通ですよね。テキサスとかね。でも、日本人にとっては。怖いなー。 でも台風はは日本人にとっては普通台風なんて大したことないよみたいなね台風なんて普通ですよみたいなねでもアメリカ人とかねヨーロッパ人とかアジアでも他の国の人にアジアまあでもフィリピンとかね台風多いですからまあそういう人にとっては普通ですよ普通ね皆さんにとっては普通の日ってどんな日ですか普通の天気ってどんな天気ですかね普通普通も あのいろいろあるっていうのは面白いですね面白いですよね,ねはい今日のトピックは負けず嫌いについて話してみたいと思います負けず嫌いこの言葉聞いたことありますか負けず嫌い負けず嫌い負けず嫌いね。例えば僕は少し負けず嫌いなところがあってね。負けず嫌いなところがあるっていう風うに言いますね 僕は少し負けず嫌いなところがあってですねみたいな。とか「僕は負けず嫌いなんですよね」とか「ね、あいつは、ね、彼は負けず嫌いなんですよ」とか「鉄平さんは負けず嫌いですね」とか「鉄、ね、平先生負けず嫌いですね」とか。負けず嫌いっていうことはあの負けたくないっていうことです負けたくない、ね。負けるのが嫌だ。ね、まあ勝ちたいとも言えますね勝ちたいとも。英語で言うと コンペティティブですよね。日本語だと負けず嫌いという言葉が、まあ、一番。あの、あ、まあ、自然かなと思います。もちろんね、コンペティティブって言っても、まあ、分かる人は分かると思います。ね。まあ、僕は分かります。もちろんね。コンペティティブ。ね、日本語っぽくコンペティティブって言っても分かると思います。でも。まあ、あの、負けず嫌い。これが一番。まあ、自然な日本語。かもしれないですね。 負けず嫌い皆さんは負けず嫌いですか僕はですねもうあの気づいた人もね気づいている人も多いかもしれないですけど僕はね実は負けず嫌いなんですよ。僕はすごい負けず嫌い。最近のねこのしばらくポッドキャストすごい負けず嫌いなことを言ってますよね。例えば他のポッドキャストはのはあ バカみたいだとか <laughs> 他の日本人のやってるね日本語のポッドキャストはもう本当にダメなものが多いとかねなんでそんなのをみんな聞いてるんだとか言ってますよねコンペティティブですねあとね僕愛刀機で教えてるでしょ愛刀機でで愛刀機にも他の先生がいるんですよ日本人のね先生が日本語の先生でそういう人のねこうプロファイルビデオとかを見たりして 僕はね、何この人、<laughs> 変な人だなとかね,ねこの人はちょっと変だよとかねあのそういうふうにねこれはねあのやっぱりね僕の負けず嫌いな性格、ね、僕に負けず嫌いなところがあるからやっぱりねそういうふうに考えてしまうんですよ。ね、俺の方がすごいとか俺の方がいい先生だとかね俺の方がね、僕の方があのいい先生だとか 僕の方があのいい人だとかねそういうふうに思うんですよねなぜかといえば負けず嫌いだからこれどうですか皆さんどうですかねこれを皆さんはアロガンスと思いますかねアロガンアロガンアロガントな人例えば傲慢な、ね、日本語で言うと傲慢っていいますね傲慢傲慢な人、ね、傲慢傲慢な人だと思いますかアロガントな人だと思いますそれとも えー、コンフィデント、ね、コンフィデント、えー、コンンフィデントはコンフィデント日本語で、えー、自信がある人自信がある人だと思いますか皆さんどう思います自信があるそして傲慢この違いは何でしょうねこれ微妙ですよねほとんど同じですよね自信があるっていうことはやっぱ多少オーバーコンフィデンスにオー,カオーバーコンフィデントか、ね、になることもありますよね どうですか皆さんは自分に自信がありますかそれとも自信がないですか、ね、もちろん僕もですね自自信がある時と自信がががああるとない例えば例えばね、あのー、スポーツとか <laughs> 僕は結構苦手なんでスポーツとかね例えばサッカーとかするとものすごい自信がなくなりますね本当に俺はダメだなと、ね、僕はダメだなと。 思いますよでも例えばそうですね他のこと <laughs> 例えばいまああのなんていうかなあのなんていうかなあのねやっぱりいろいろものによりますよものによるでもね自分自分に自分,自分に自分に対して自分に対して基本的に、ね、ベーシカリですね基本的に 自信があるかかどう,かそ,うわそう言われればそう聞かれれば僕はあの全然自信ありますすごいあります、ね、自信があります、えー、自分のことが好きか自分のことが嫌いかと言われれば僕は自分のことが好きと言えますね言えますこれはどうですか皆さんの国ではどうですか、うん、日本人としてはねね、あのー、結構ね 僕はあの珍しいかもしいい。かもれなというのがやっぱり日本人の多く本当にたくさんの人は結構ね自信がないんですよ。何についてというわけじゃないけどなんかね自分,自分が言うこととか自分がやること自分がやっていること自分が考えていることそういうものに自信がない人がね結構多いです。 いいやいやそんなことないよ俺が知ってる日本人は自信があるよっていう人がいるかもしれないですけどあの海外に出ている日本人は結構ねもう例えばアメリカに住んでいる日本人とかもうなんかちょっと日本人じゃないんですよ。あのいろんな意味でアメリカンなんですね。だからそういう人が「うん、よーよーよ」みたいにね,ね「みーみーみー」とかなっててもまあそれはそういうことでしょう。日本に 住んででない日本人ですからもう日本人じゃなくなくってます、ね、もうアメリカアメリカ人になってるからねあの自信があるんでしょうでも僕が話してるのは日本に住んでいるたくさんの日本人は少しねやっぱりあの自信がない人が多いこれはねもう理由がないんですよねもうそういう文化ですから日本という国ではおとなしくね静かに生活するであまりね自分に自信があるなんかこうちょっと うん、俺俺、ね、俺俺,俺みたいなね、えー、そういう人ね「みーみーみー,ー,ー」みたいな人は少しね、えー、まあん、まあ、嫌われるっていうほどではないけど少しね、えー、避けられれるるこことともああんですすねねは現実してりま例えば会社とかで働いているとあの会社とかでね大きな会社とかで働いていると。 あの自信があるというのがね。ええー、まあ少し。他人から、他人ね、他の人から。反感を買うことがあるらしいんですね。反感を買う。なんかあの。あまり。なんかこう。なんていうかな、ティームワーカーじゃないと。ね、チームワーカーじゃない。日本語で言うと、チームワーカーと言いますね。それはティームワーカーのことですね。チームワーカーじゃないっていうふうに。思われることが多いんですね。 えー、少し自己中心的,、ねね、自己中心的に移るんですね日本で、えー、少しリーダーシップとかを、ね、発揮すると海外では全く海外、ね、特にアメリカとかヨーロッパでは、えー、結構違うこともあるんですけど日本ではですねそ,の、まあ、そういうい me 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 みたいなのがちょっとセルフィッシュに映るんですよねもちろん海外でもそういうこともあると思いますでもちょっとねちょっとレベルが違うグレードが違うんですねレベルが違います日本では本当に自分を消してね自分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 というのをね消すそして、えー、まあ、人のことを先に考えるね。それがいいとされてるんですね日本では でも、海外ではまあ、まあ、そうじゃないことも多いですよね。やっぱりコンペティティブな人が多いので。あの、ミーミーって言わないと、何も仕事がもらえなかったり。ね、あの、チャンスがもらえない。こういうことが多いので。海外に住んでいるとですね。やっぱりコンペティティブになる人が多いんですよね。海外に住んでいるというか、まあ。生活しているとですね。でも、日本にいると、まあ、あまりコンペティティブじゃなくても、いい。 しコンペティブじゃない方がいいことも多いのでそうじゃない人が多いんですねじゃあ僕はどうかというと僕はねやっぱりね日本人にしては負けず嫌いなななんんでですすよ日本人にしてはかなりコンペティブなんですねだからまあ考え方によっては僕はちょっとねあのうーんまあ <laughs> どうなんですかね強,強すぎる日本では強すぎるかもしれない。 日本では強すぎるかもしれないでも海外ではね全然強くないですね全然強いと思わないみんなそうだから <laughs> スペイン人なんてなんかみんなコンペティティブだから <laughs>、あのー、僕はね全然、あのー、自分が、ま、自分だけが負けず嫌いとは思わないんですけどスペイン人は本当にコンペティティブですね負けず嫌いですねはい僕は思うにね僕は感じるにね でも日本,日,本日本人としてはかなり負けず嫌いですね。僕は負けず嫌いです。皆さんどうですか皆さん負けず嫌いですかどうですかあのマンチェスターの S さんとか全然そんな感じしないですよね。マンチェスターの S さんはいつもこう穏やかでね。本当に日本の方が合ってると思います S さん <laughs> S あの。S さんがねイギリスに住むか日本に住むかでちょっと。 考えてるみたいな話を聞いたことがあるので日本本の方が合ってる人,人じゃなないいかなとつくづくづ思います本当にあのそういう人ってい,いますよねあの日本人じゃない人でもねイギリス人とかアメリカ人とかねオーストラリア人とかあの僕の生徒さんにはいろいろな、ね、ドイツ人とかいろいろな国の人がいますけどブラジル人とかねいろいろな国の人がいますけど。 あのカナダ人とかもああげればキリがないぐらい、ね、いろいろな国の人がいますけど日本の方がが合っているような人が結構多いですね。これはもう日本語を勉強してるからかもしれないですけどあとは日本に住んでいたことがあるとか日本によく行くとかね日本に行きたいとかそういうモチベーションがあるからかもしれないですけど日本の方が合ってるんじゃないのかなと思うことが多いです。 特に穏やか。穏やかっていうのは静かってことですね。そして、あの、ピースフルな人たち。ね、<laughs> 日本の方が合ってんじゃないですかね。もちろんね、日本も結構ね、アグレッシブなところもあるけど、全然レベルが違いますよ。やっぱり、例えば僕は今、スペインに住んでますけど、スペインに住んでるとね、やっぱりね、穏やか、穏やかではいられないですね。穏やかだと、ピースフルだと、ちょっとね、大変ですよね。 <laughs> 大変ですよねやはり何かこう何かね戦わなきゃいけない時があるので自分を主張しなきゃねあのそうですね例えばね住んでいるとあのスペインに住んでいるとちょっとの家の問題とかがあるんですね家の問題で例えばあの近所がうるさいとか、ね、うるさい人がいる、ね、音楽を流す人がいる。ででそこでね黙ってると もう一向に解決しないんですよね黙ってるともううるさい日が毎日毎日続くんですねしかも徐々に徐々にうるさくなっていくんですよどん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 うるさくなるんですねだから怒んないといけないんですよ残念なことに戦わないといけないんですね僕はあのガンディみたいにね僕がガンディみたいに「私は戦わないから」って言ってもう黙っているとね黙っているともうさらにうるさくなって今度ね夜中まで。 ね、夜の、ね、1時2時3時4時もうねひどい時は朝の7時までずっと音楽をかけながらパーティーをするっていうようなそういう風になっちゃうんですよ僕はガンディーだとだから僕はガンディーガンディーをやめてねやっぱりガンディーとかダライ・ラマあのスタイルをやめてもうね上に行ってガンガンガン うるせえ <laughs> うるせえんだよって言ってね、ヤクザスタイルで、ヤクザスタイルで怒れば、ヤクザスタイルで怒れば、やっとね、少し静かになる。もうそういう世界ですから。もうね、スペインに住んでると、もう、もともとね、僕はダライ・ラマスタイル。もともと僕はガンディースタイルなんですけど、もうね、最近ヤクザみたいになっちゃって。<laughs> ヤクザスタイル、ヤクザスタイルでね、もうね、 ヤクザスタイルでいかなきゃいけないのかなとねこれね悲しいです僕は本当ガンディなんですよ僕は本当はダライ・ラマなんですよ僕はピースするなんですねだからもう日本に戻りたい <laughs> もう毎回その話してますね毎回日本に戻りたいもう戻るんですよ本当にすぐね戻るからもういいじゃんって思うんですけどあのもうね戦うのは疲れました本当に戦うのは疲れました本当にあのー 本当ですよ本当にもう戦い疲れました。いろ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 なところで戦わなきゃいけないんですよ。いろいろなところで<え>家。家じゃなくて、外でもねストリートでもいろいろなところで、ね、戦わなければいけないんですけど、もう疲れました。本当にもう日本に行ったとき、そんな戦った記憶がないです。ね、喧嘩を見た記憶もないし、もっと静かに行きたいですね。<laughs> 静かに行きたい。静かに生活したい。皆さんどうですか ね、皆さん静かに生活してますかそれではまたチャオチャオアスタレゴ